ダフの地ダフゴードン巡弾尺は、連合王国巡弾尺位。ジェームズ・ダフが1813年に除されたのに始まる。タイタニック号に乗船していた5代、巡弾尺サー・コズモ・ダフゴードン・アイルランド貴族、ファイフ伯爵ダフ家の分流にあたるジェームズ・ダフが、1813年11月12日に、連合王国巡弾尺くらい尺に除されたのに、始まる。彼には、 子供がなかったので、老いのウィリアム・ダフ・ゴードンを特別継承者とする規定が付けられていた。二代順断尺となる、このウィリアム・ダフ・ゴードンは、初代順断尺、ジェームズ・ダフの妹・アン・ダフと、スコットランド貴族、第二代アバディーン伯爵ウィリアム・ゴードンの、いつスコットランド報復貴族、ロックウィル教、アレグザンダー・ゴードンの間の次男にあたり、1813年に、ゴーオードン生を、 ダフゴードン生に改正していた。彼の死後、その息子のアレグザンダー・コーンウォール・ダフゴードンが3代、順断尺、さらにその息子のモーリス・ダフゴードンが4代、順断尺を継承したが、4代順断尺に男子がなかったため、彼の死後愛とこにあたるコズモ・エドムンド・ダフゴードンが5代、順断尺を継承した。彼と、妻ルーシーは1912年4月の、 豪華客船タイタニック号の処女公開に乗り合わせたが、沈没事故から生還した。しかし卑劣な振る舞いがあったとして帰国後に批判に、さらされることになった。五代巡弾尺には、子供がなかったため、その弟ヘンリー・ウィリアム・ダフ・ゴードンが六代、巡弾尺を継承した。彼の死後は、息子のダグラス・フレデリック・ダフ・ゴードンが七代、巡弾尺、ついでその息子、 アンドリュー・コズモール・イス・ダフ・モードンが8代順弾尺となった。2017年現在の当主も彼である。ありがとうございます。